皆さん、こんにちは。ヒロッキーファイブです。今回は、4つのデイリーレースを、ダイジェストでお届けします。1つ目は、GR3 シリーズによるレースです。東京エクスプレスウェイ、南ルートを5ラップします。ウプ主さんは、NSX で出場です。11番手スタート。壁に擦らずに、走るよう、心がけていきたいです。ペース配分は、考えていません。スタート順位より上に行けるなら、それでいいです。コーナーが、連発するエリアです。ニムツーピーチ選手をオーバーテイク。おじやー、壁にぶつけながら、ポジションアップです。おっと、前にいるサケフレイ選手にも、近づけそうですね。ヘアピンです。後ろから、ブレーキで攻めてきました。シプハー選手でした。ウプ主さんは、再び、11位となりました。ほぼ、ストレート区間なので、ついていきます。1台、リタイアしたようです。おっと、シプハー選手が、急ハンドル。ウプ主さんは、10位にポジションアップです。2ラップ目です。再び、サケフレイ選手を追い抜ける位置に来ました。慎重にヘアピンに入っていきます。ああ、シプハー選手でした。アウト側のヒロア選手をパス。おお、シプハー選手を逆転した。今度は、サケフレイ選手とサイドバイサイド。ウプ主さんは、9位です。サケフレイ選手の先に見える集団に、早く追いつきたいですね。まもなく、死刑です。ブレーキが止まれなかった焦ってしまいました。幸いにも、ウプ主さんの順位に変動ありません。あ、シプハー選手と、再会してしまいました。抜かれながら、3ラップ目に突入です。この、お尻を見るのは、3回目ですね。シプハー選手も、ウプ主さんも壁に接触。ウプ主さんの方が、速度低下が少なめでしたね。ほぼ同時に、ヘアピンへ侵入。シプハー選手に対して、うまいスペース残しでした。ペナルティ集団がいるので、ノーミスで行きたいです。ただいま、9番手を走行中です。まもなく、死刑です。ファイチュイ選手が、壁に接触。死刑に飛び込む、ウプ主さん。少し、フライアウェイしながらもクリア。8位アップ。4ラップ目です。オデッセイ選手が、ペナルティを消化していたので、7位です。一気に、ファイナルラップです。ヘアピンで、サケフレイ選手に追いつきました。おや、いけないことをしたのか、10秒ペナルティ。ウプ主さんの6位は、確実でしょうね。まもなくフィニッシュです。ゲットフォグ選手も、ペナルティを消化していました。サケフレイ選手は、ペナルティに消化です。なので、ウプ主さんの最終リザルトは、4位となります。ここまで、順位アップできるとは思っていませんでした。レース後半は、うまく集中できたと思います。自分の力を発揮できて、いい気持ちです。二つ目のレースも、行ってみましょう。GR3 シリーズ。東京エクスプレスウェイ、南ルート、5ラップバトルです。ウプ主さんは、フォード、GT で、出場です。ボールポジションスタートです。逃げ切れれば、優勝できます。プレッシャーに負けて、壁に擦ることだけ、気をつけたいです。まもなく、スタートです。
始まってしまいました。間もなくヘアピンです。モシム選手が仕掛けてきましたが止まりきれませんでした。かなりプレッシャーを感じました。焦ったー。4ラップ目です。少しずつギャップを稼いで5秒差となりました。爆走していきます。ウプ主さんは逃げ切りました。1位でフィニッシュです。モシム選手は5位。あのサケクレイ選手も3位にいましたね。うまく逃げられたので一安心です。ウプ主さんは28勝目となりました。ファステストラップも記録した上にしっかりと勝利回数を稼ぐことができたと思います。さて、どんどん行きましょう。3つ目のレースです。ここはブロードビーンレースウェイという、ウプ主さんは選ばないコースです。 BMW の Z8 のワンメイクレースです。ポールポジションスタートです。12ラップとなりますが逃げ切れれば優勝です。9台ほどいますが、このコースのことを考えるとちょうどいい台数ですね。あ、ミサイルが発生する危険性は考えていませんでした。間もなくスタートです。レッツゴー。さて、第1コーナーのミサイルに警戒です。ちょっとビビりすぎちゃいました。大丈夫でした。一周してまいりました。おっと、スタートできてない選手がいました。が、気にせずレースします。間もなく3ラップ目です。後ろとは 2.4 秒差です。スタートできてない選手は回線トラブルの模様です。ウプ主さんはファステストラップを記録。これはもう独走状態となりました。最終コーナーはミドルラインがちょうどいいです。いやー、曲がりやすい、走りやすい。8ラップ目です。ヨットン選手を周回遅れにするところです。え、ペナルティ18秒。何をしたんだーい。9ラップ目です。ウプ主さんが悠々と走っていると、7番手のハルト選手がよくわからんピットインしてますね。何があったのでしょうか。リプレイです。ハルト選手が YZ1 選手とバトル中に接触、横滑りして何もできぬままピットイン。言葉も出ません。別アングルの映像です。YZ1 選手の幅寄せが接触の原因のようですね。YZ1 選手は4番手を走行中でした。接触してスライド。結果的に一つ順位を落としました。ただいま、ファイナルラップです。6位の俊選手をパスするところです。透明化していますが、避けて走ります。突っ切るのは気持ち悪いです。後ろと13秒もの差をつけてフィニッシュ。ハルト選手は7番手フィニッシュ。YZ1 選手は5番手フィニッシュでした。シンプルで競馬場的なサーキットでした。ウプ主さん的にはミサイルされずに逃げ切れて満足です。これで29勝目となりました。充実感が半端ない瞬間です。続いて、4つ目のレースです。今回の動画では、最終レースとなります。オートポリスを3ラップします。
86と BRZ のレースです。うつ主さんは、6番手スタート。カラーリングは、BRZ だけど、86を思わせる、レッドとしました。うつ主さんは、中段からのスタートです。うまく抜け出して、フィニッシュしたいです。スタートしました。加速が良かったせいか、8選手とサイドバイサイド。そのまま、第1コーナーへ。ミサイルを警戒しつつ、曲がります。少し、8選手に詰まりましたね。トロロ昆布選手がはみ出して、遅れてきました。ただ、オーバーテイクは、難しいか。じわりとハンドルを切って、中速コーナーへ。トロロ昆布選手と、ややサイドバイサイド。おっと、ここで突っ込んでいく。ああ、やりすぎた。接触してしまったので、譲ります。イン側から、ハングボール選手にも行かれました。7位となりました。後ろについていきます。前が詰まって走りづらいです。オーバーテイクするチャンスが来そうです。8選手が、ふらついた。2台ともヘアピンで、追い越せるかも。おお、スパッといきますよ。綺麗にヘアピンを曲がり、立ち上がります。ハングボール選手とサイドバイサイドですが、加速で前に出ました。うつ主さんは、5位になりました。2ラップ目です。前の2台が、イチャイチャしています。うつ主さんも参加します。トロロ昆布選手が失速していたので、追い抜きます。4位となりました。まだ、後ろにぴったりついています。おっと、うつ主さんの走行ラインが、大きい。ああ、危ない。ここは、まっすぐのブレーキを意識して、ヘアピンをクリアしました。トロロ昆布選手との差は、開いていません。ああ、オーバースピードだ。L3 選手も、はみ出た。オーバーテイクするなら今だ。並んでコーナーに、入る。順位アップのチャンスだ。うわあ。L3 選手、早いです。うつ主さんは、トロロ昆布選手の前に留まるので、精一杯です。せっかく、もぎ取った4位の座を、簡単に、渡すわけにはいきません。ファイナルラップです。L3 選手に追いつきました。また、サイドバイサイド。先ほどと、似た展開です。おっと、うつ主さんのラインがきつい。次のヘアピンが、ピンチだ。ああ、イン側をトロロ昆布選手が走っていて、立ち上がりラインもきつい状態に。再び、5番手に下がりました。が、まだ、4番手を諦めては、いません。あのヘアピンで仕掛けます。サイドバイサイドで、進んでいく。さあ、ここでブレーキング。前に、出ました。あとは、立ち上がりです。相手も、加速で、来ます。ちょっと、警戒しすぎましたね。最終のテクニカルエリアです。また、トロロ昆布選手が、来ました。うつ主さんも、踏みとどまります。ああ、4番手が。あ、これは、うつ主さんの4番手以上が、決まりました。L3 選手は、遠いところに行っていました。そのままフィニッシュです。うつ主さんは、4番手でした。惜しくも表彰台には、届きませんでしたが、すべて出し切れてよかったです。激しいバトルとなったトロロ昆布選手は、8番手フィニッシュでした。展開が多くあってネタに困らないレースでした。
ご視聴ありがとうございました。